よって海やプールでエンジョイで今日ね。いつもじゃん。オタクっぽいよね。そうだし、よし、そろそろ行かないと。ソタ、マジ、どうしたの？お礼もしたいですし、ぜひ。苦いね。しっかりしてるんですね。また同じ格好？そんなことしないわよ。でもお互い様だし、私にとっては別に避ける理由にもならない。こうしてみると、勝手に宮村に抱いてきた印象は全く違っていたのだと。平気、急な委員会でもない限り卵をもぎ取っ。私以外の人に宮村のそういう格好とか、もうなんでこう恥ずかしいこと平気で言えるのよ。共有者になった。はあ、いろいろなものって何？君と話してきて。え？今日は助かったわ。歌ってた？うん、堀さん歌上。私は、あれ？え？犯人さん、名前は宮村。やばい、宮村が家に来るようになってから結構経つのに、下の名前がわからないなんて。名前一つ聞くのにこんなに疲れるとか。な、何がよ。笑いだけは笑いなさいよ。昨日ちゃんと全部渡したわよ。その会計書類も全部。ちょっと泣きそうになった。毎日は来れないよ。宮村も卒業まで？そんなの私だって嫌。